次に安安安倍倍倍君君立憲民主党の安倍智子です私からは冒頭、まず加藤大臣にお伺いいたしますが、今般の感染症法改正に先立ちまして、9月26日、いわゆるこのコロナ感染症の今までであれば、基本全数登録、そして把握。 を旨としてしかし、9月26日をもって、主に重症化のリスクのある4類型が登録され、その他のものについては、任意の努力に委ねられております。このこのとは実ははい実ろいろな意味で私は まだまだ不安と問題をはらんでいると思いますが、まあ、大臣はこうした見直しに際して、まず国民に何をお訴えになりますか、冒頭をお願いいたします加藤大臣。まさに全数届で、ええるにきちんと把握をし、そしてフォローをしていく、まあ、この2つが目的とされていたわけでありますけれども、ただ、この全数届出が大変な負担になってきている。 そして特に医療現場においてです、ね、これでかなり疲弊をしている、これはいろんな方からお話をいただいたわけであります。そうした中で、一方で数も把握をしていかなきゃいけない、それからフォローアップとしてです、ね、それもしっかりしていかなきゃいけない、そうしたところをどう両立をさせていくのかということで、ご議論をさせていただく中で、高齢者、重症化リスクのある方に対する医療をしっかりと重点開放していく。 まあこうした方針の下で,で、全数届での範囲を限定をさせていただいた、しかし一方で、対象外になる方に対しても安心して自宅療養できるように、抗原定性キットの OTC 化、あるいは健康フォーラップセンター、これ、全都道府県で整備をしていく、また必要に応じて宿泊療養や宅食等の支援が可能になるような環境整備、これも必要だということで。 方針を出させていただいて、また各自治体にもご連絡をさせていただき、まあ、各自治体も大変なご努力をいただいたと思いますが、結果的においてはすべての自治体で今、そういった形で対応がなされているものと承知をしています安倍とも子君。まあ全数登録の見直しが、先ほど、中島委員もご指摘になりましたが、逆に診療体制も重症化といわれるハイリスク群に、 偏って言ってているその中で、今回出された方針はそうですから、逆に大臣に何例か奨例をお示したいと思いますが、埼玉県で今年2月、10代の男子学生がコロナで亡くなっておりますが、この方の場合はたまたま医療機関がこの登録を忘れました。今度だともう登録しなくていいケースですがこの方は 高熱が続き、震えなどの症状が出たことから、家族が6日に救急要請いたしましたが、この救急隊はいろいろチェックして、そして救急病院にも当たりましたが、なかなか受け入れられず、そのまま自宅で見て、7日目に再度、家族から救急要請があって、しかし、これもまたいずれも断られたため、 結局は9日目に死亡をされております決してハイリスク群ではありません若い10代の男性ですもう1つあります同じく埼玉の事例ばかりで恐縮ですが10歳代の今度は女子学生でありますこの女子学生は9月の12日に発症し13日翌日は医療機関を受けましたが この例もハイリスク群ではないので、自宅でその後を過ごすことになって、ハーシスの入力で対応しました、まあ、オンライン診療に近いと思います。17日の日に、ショートメールで胸が痛いと訴えましたが、この女性は、医師は胸部の表面の痛みと説明して、見ることなく、18日からは連絡が途絶え、 亡くなくって発見をされましたやはり医療の原則は患者さんを直に見ないと、重症度を含めて急変の具合も分かりません。そして、政府にいただきました資料で、ハーシスで死亡場所が自宅とされている事例、これは約1年間、この1年で353件あるそうですが、そのうち、 重症化リスク因子がありとされた件数は231件、まあ、6割程度は重症化リスクのあるもの、でも残りは、この今後の今の政府の見直しでは、重症化リスクなしとなっております。そういたしますと、大臣、これね、本当にその重症化リスクのある人だけにフォーカスして大丈夫なのか。果たして10代の 男子学生も女子学生もそうでした、あるいは相次ぐ自宅死の中には、この養あたあに当てはまらない方もたくさんおられます、何が問題で、こういう事態が起きていて、何をしなくてはならないのか、大臣が明確に国民にメッセージされないと、外来からしてこれからは、先ほど中島委員が、 ご質問なさいましたが、発熱外来だって何が起こるかというと、高齢者と、まあ、小学生以下の子どもは見ましょうとなります、でも、それ以外はあなたはハイリスク群じゃないから、まあ、自己処理してくださいと、大体いい最初はそんなに重症じゃないんです、発熱程度でいかれます。でも多分こののケースははとか全体最初の男性は 血管内発症症候群と言われていますが、急変するんです、そういう方々がますます医療から遠ざかって、亡くなっていく事態は避けられないと思いますが、この登録の見直しに相次ぐ受診体制が、そのような方向に見直されていることに、強く懸念を覚えますし、 亡くならなくてよい人が亡くなると思いますので、大臣は今、国民にどんなメッセージを送られますか加藤大臣あのまさに医療の逼迫がない状況であればです、ね、すべての方が医療あの、外来を受けていただいたり、入院をしていただいたり、まあ、そういった対応をされると、これは、まあ、まさに平常時の対応をいただくということは当然なんだろうと思います。 まあ課題は、やはり、まあ、医療資源をできるだけ効率化してです、ね、あの受け入れる可能性、能力を高めていくというのは、我々も医療機関の皆さんのご協力をいただきながら高めていかなきゃいけませんけれども、まあ、これだけ感染が一気に爆発をして、患者さんが増えるということになれば、当然、すべての方に対応できない、まあ、そうしたときにどう、どこに重点を置くのかという意味において、 あのリスクのないという言い方をしてますの、ね、で、リスクが高いか少ないか、小さいかということを申し上げてますが、より高い方に関して重点化をしていく、そして低い方ではもちろん重症化することがあるわけでありますから、その場合に対する対応はしっかりと取っていく、それから先ほどのケースでいえば、救急のお話がありました、まさにそうした救急体制をどうしていくのか。 そして実際、救急でも、実際救急車が運んでもで、そのまま入院につながらないレースも結構あるという指摘もありますから、やはりそこに本当に救急が必要な人に集約をしていく、そういったことを進めていかなきゃいけませんので、そういった意味において、国民の皆さんの、 まさにご協力とご理解をいただきながらです、ね、進めていかなきゃいけない、ただ、その医療弁護側におけるさまざまな対応ぶりというのは、先ほど中島委員からもございましたんで、そういったことはしっかり念頭に置きながら進めていかなきゃならないと思います安倍智子君あの。恐縮ですが、今の大臣のご答弁だと、これからも自宅死は続くと、私はすごく懸念します。そこでで、まあ、立憲民主党で 中島議員を中心に、まあ、かかりつけ医、もっと強いて言えば、家庭医という概念を持ち出しているのは、こうやって年齢とかリスクのそのときの判断をしないで、しっかりどの人も医療にアクセスできるための仕組みは何だろうということであります家家庭庭医はその家庭全体をカバーしていく仕組みであります。 かかりつけ医を契約してたって、うちのかかりつけ医じゃないと言われる状態の中、今度は発熱外来とか、ハイリスク群というのが決められて、あなた、ハイリスク群じゃないよって言われたら、そこでもう途絶えちゃうんです、そういうことも勘案しながら、不幸な死が起こらないように、だって、若い人だって保険料を納めてるんですよ、国民皆保険なんですから。 ななななぜこのの人たたちは死なねばなららなかかったのか医療にもつながらずです私は大臣にぜひそこを理解していただきたい、立憲民主党としても一生懸命考えて、どうすれば不要な、死ななくていい人を救えるんだろうという結果が、一つのこのアクセスの方法を家庭医として、そこで受け止めてあげる仕組みを今、早急に、 真剣にお考えいただきたいですが、大臣、いかがでしょう加藤大臣 <laughs> あの。まさにベースは一緒でありましてです、ねあの、このコロナで、えー、重症化し、あ、ま、るいは亡くなる方をしっかりと抑えていきたい、もうその思いは一緒で、そのためにどうすればいいのかということで、われわれも議論をし、えー、お示しをさせていただいているところであります。 でで委員がおっしゃってるその、た、まあ、多分さっきの議論で二類、五類の議論とも絡むのかもしれませんけれども、じゃ今の現状で、えー、例えばかかりつけ医と言われている方の中においてもです、ね、発熱外来をやっていただいた方も多くいらっしゃると思いますが、一方でそこまでいろんな事情があって、踏み込めないという方もいらっしゃる、そうするとやっぱりそこはベースにしながら、われわれは考えていかなきゃいけないんじゃないかというふうに思っているところであります安倍智子君。はい あの私は累計が見直されても、やっぱり感染するということにおいて、遠ざけられる患者は変わらないと思います、なぜこれまで3年余りやってきて、発熱外来がこれだけ少ないのか、このことも、私自身はもう2020年の4月から発熱外来を自分で小児科ですので、やっておりますが、私の上と下はやっていません、<laughs> 内科系ですから。 なぜ少ないのかということを考えたときに、本当にしっかり受け止められる体制、それからこれからの予防医学のためにも重要と思います、長い展望に立ち、なおかつ今をどうするかということで、ぜひまた中島委員もご質疑なさると思いますので、大臣にも深くお考えいただきたい。そして 質問の2点目というか、3点目になります、大臣のお手元に、これも先ほど、中島委員がお取り上げになりました、警視庁の刑事局捜査第1課のお調べの、在宅ではなく、あまあ、不審死と言っていいでしょうか、施設の死もありますので、亡くなられて、警察の取り調べ,あ調べで、 PCR で陽性と分かった方の数が、令和2年1月からこ今年の9月までずっと丹念に追われております。私は警視庁の、警察庁のお仕事で、ある意味当然とはいえ、このデータはとても貴重だと思っております。その貴重なデータを見ておりますとまあ相変わらずその 第7波の在宅死も多いわけでありますが、決して少なくない、そしてもう一つ、ここから読み取るべき重要なデータは、PCR 検査が生前になされていたか、死後、発見されてからなされるか、これは公衆衛生的観点からはとても重要です。死後初めてわかるということはそれだけ 蔓蔓延延をさせやすいいまた蔓延しているということとでありますところが、今回、全数見直しを、登録をやめたことによって、この死後か生前かが区分されなく <laughs> なりました、このことの公衆衛生に与える影響、厚生労働省は公衆衛生を司る省庁であります。 大臣にはどのようにお考えか、答弁をお願いします加藤大臣。<coughs> まさに発生届の対象外となる若い軽症者の方等が自宅で亡くなった場合、生前に新型コロナ陽性であったかどうか、これ、必ずしも明らかにならないケースも生じるということは、その通りだというふうに思います。あのあのそういった意味で、そこをどう保管をしていくのか、どういう対応がありうるのか。 本年7月および8月、自宅での死亡事例の調査、現在、都道府県を通じて実態把握をし、取りまとめをさせていただくこととしておりますが、そうした結果なども踏まえながらです、ね、検討させていただきたいというふうに思います安倍智子君。繰り返し申し上げますが、このデータは感染を非常によく把握して、そしてそれが蔓延している状態かどうかも把握している。もっと言えば検査が 足りているかどうかもここから分かってくるわけですまあ、専門家に委ねてご意見を聞くということですがコロナ対策における公衆衛生的視点がこれによって後退することのないようにぜひ大臣にもまたご答弁を賜りたいと思います引き続いてこれも私がずっと公衆衛生的観点から求めておることでありますが 下水のコロナ検査についてであります大臣も既にご存じと思いますがポリオについては下水の検査において、まあ、日本では根絶していると言いますが時々持ち込まれるのでそれを早期に察知する仕組みが出来上がっております日本はこの点において優れた国であります私はその先例から二年ほど前から下水のこの コロナ検査というものもなんとか定着させられないかと思って、何回かご質問をしてまいりましたが、この現状と今後について、大臣のご決意を伺います加藤大臣。下水中のウイルスのサーベイランスを新型コロナ対策に活用する。 そしてその検証を進めていくということは非常に重要で、関係省庁で下水サーベイランスに関する推進計画に基づいて取り組んでいるところでございます。これまで推進計画に基づき、国立感染症研究所において、下水検体から新型コロナの検出方法との検討も行ってまいりました。また内閣官房では、下水処理場や福祉施設における下水サーベイランスの継続的、実用的な活用に関する調査研究も行っていると承知をしております。 あの厚労省としては、内閣官房の調査研究の結果も踏まえて、新型コロナの監視体制の強化に、この下水サーベランスをどう活用できるのか、関係省庁ともありますけれども、しっかり検討していきたいと思っております安倍智子君。はい、今の大臣のまあご答弁は、内閣府、厚労省、そしてもう一つ、国土交通省も関わっておりますが、まあ、縦省庁の間のまあ連携で、 この進めてていくこともとても大事です一方、私が次にお尋ねしたい、地方の衛生研究所の充実というものも、コロナの対策を面で考える場合に、非常に重要になってまいります。何でもかんでも国立感染症センターに持っていかなければ、結果が出ないような体制では、やはり早くに察知すると。 いいうことに立ち遅れてしまいますそこで次の質問ですけれども、地方衛生研究所の在り方、これについても、今般の改正において、どのように見直されたか、私は大変疑問のあるところでございます。地方衛生研究所の体制と申しますものは、この20年余り、どんどん人員も減らされて、 参りまりしたコロナ禍でも減っております。にもかかわらず、今般の改正では、さまざまな業務が期待をされております、そうであるならば、地方衛生研究所にきちんと法的な位置づけ、組織としての法的な位置づけをすべきだと思います。今般の改正は、機能としては、あれやりなさい、これやりなさいは、法令化されているんです。でも 例えば保健所っていうのは組織としてそこにあるものです、自衛権にはそういう組織としてのステータスがこれまで与えられてまいりませんでした、このことについて、今後の公衆衛生のいわばセンターとなるところできちんと法律的に組織を位置づけるべきではないか、これについて大臣のご所見を伺います加藤大臣。 今般の改正案では、地方衛生研究所について、その果たすべき機能などについては規定をさせていただいていますが、なぜこういう規定ぶりになるのかというのは委員のご質問だと思いますが、平成9年の地方文献推進委員会の勧告で、地方自治体が設置する施設の設置に関して、法令で規定することについては、地方公共団体の自主組織権を尊重し、行政の総合化、効率化すべるため、これを最小限のものにとどめることが必要と。 されたところでありますのでこれを踏まえたものでありますで一方で次の感染症基金に備え感染症初期の検査変異株のサーベイランスなど重要な役割を担う地方衛生研究所の体制強化これをしっかり図っていかなきゃならないそういうふうに認識をしているところでございますでこのため今般の改正案では保健所設置自治体に対し 試験検査や調査研究など、地方衛生研究所が感染症対策で担う機能を確保するために必要な体制整備や、他自治体の連携等の責務を課す規定を設けるとともに、自治体同士が連携しながら必要な検査体制を平時のうちから計画的に整備することを目的として、連携協議会や予防計画を策定する仕組みも盛り込むこととしたところであります。 地域の実情に応じて、地方衛星研究所を含むこうした体制が計画的に整備をするよう、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております安倍智子君。あの先ほど、地方文献の観点からとおっしゃいましたが、命に関わるような、あるいは公衆衛生、これ、この件はやって、この件はやらないというわけにいかないんですね。ユニバーサルというか 国全体のミニマムのことをやっぱり考えなければいけない、そして地方分権との兼ね合いで言えば、もちろん地方の声を聞いて、地方の状況を見て、一概に押し付けることはできない、ただ、この地方衛生研究所の人員、先ほど私はコロナ禍でも少し減ったと申し上げましたが、それは訂正で、3057人から3100人になった。一方方非常勤の方は 増えていっています業務に追われて非常勤をどんどんつけなければならなくなっているというふうにも思います財政的支援も必要なんだと思いますナショナルミニマムと思えばそして命に関わるあるいは今後の日本の我が国の公衆衛生に関わると思えば私は今の大臣のご答弁は到底納得できませんあまりにまったりとして います本当に大事なことなので、まあ、大臣、これ以上、ご答弁でも踏み込めないでしょうから、ぜひこれは組織としての位置づけと人員の強化、保健所はそのようになさるわけですから、ぜひ衛生研究所もそこまで国が責任を持っていただきたい、保健所についても同様の問題はあります、ただ少なくともここで強化はされると。 いうことでありますから、大臣、もしもう一言あればお願いします。一言、加藤大臣。私どもとして、この地方文献推進委員会のこれ、勧告ですから、これはしっかり踏まえていくという立場でありますし、その中においても、例えば法令における組織名称に関する、 ためのための施設等と規定することを原則とすると、まあ、具体的に記述もされているところでありますがただ今さっきから申し上げておりますようにこの地方衛生研究所の必要性については別にあの重要性はですね我々は全く認識しているところでありますのでえその担うべき機能がしっかり果たしていけるようにこれ我々も当然その責任を持っているというふうに考えております安倍智子君はい あのよろしくお願いしたいと思います、実は平成28年の児童福祉法の改正の折にです、ね、中核市以上のところに児童相談所をと、私どもは希望しましたが、これも地方の文献法に基づくということで、努力義務しか課すことができませんでした、財政的な困難の中、なかなか進んでおりませんが、こうしたものはいずれも命を守る、本当に大事なものですので。 より地方自治体とお話し合いの上進めていただければと思います。次に、コロナ禍における医療提供体制についてお伺いいたしますが、今般の改正では、医療機関と協約を結んで、まあ、簡単に言えば、それが履行されているかどうかで、履行されていない場合は公表、最終的には資格を取り消しなどのお話も出ていて、私は本当にそれ、現場を、 理解されているんだろうかと強く不安を覚えます。大臣ね今回コロナがすごく拡大した時に他の医療ですね例えばあの小児科もそうです産科もそうですあるいは療養型病床もそうですみんなコロナ病床に供出したわけです。他の診療科はいろんな大きな犠牲を払ってこの感染症を 支えましたそうした実態は、政府としては把握しておられますでしょうか加藤大臣。あの一つ一つ、個々の委員がどうなっていたかということを承知しているわけでは、しもありませんけれども、まさにそのこのコロナ用の例えば病床を確保していただくためにはです、ね、他の病床を潰さなければ、当然、通常、 空いてるわけじゃありませんから、それを潰して、そしてそこにある人員をです、ね、そちらに回していただく、等の対応をしていただいたということは十分認識をしているところであります安倍智子君。あのもう一度、個々の状況も把握し直してみ見ていただいた上えで、まあ、政府がこれから進めようとしているというか、コロナの前に進めておられた公立公的病院の。 あの計画ですね。削減、特にこれは急性期のベッドを削減する計画でした。でも、急性期を削減したところにコロナが来ると他の病床がこれ影響を受けるわけです。果たして、今後の5疾病6。事業感染症は6事業目です。そういうものを踏まえた。本当の医療の提供体制のために。 私は一旦たん公立病院、公的病院の削減計画は中止すべきと思いますが、現状、どうなっているんでしょう、大臣伺います加藤大臣。あのそこも含めて、今、地域医療構想、それぞれ、このままコロナ禍で,です、ね、なかなか作業が進んでこなかったということもありますけれども、逆に今回のコロナを踏まえて、しっかり地域におけるコロナ、 そして、これからのです、ね、地域における医療ニーズ等を踏まえた体制を作っていくか、むしろそれは重要になってきたというふうに私は考えているところであります。それから先ほどおっしゃった削減というんじゃなくて、こういう数字を出させていただいた上で、どう地域でお検討いただくかっていう、あくまでも参考として出させていただいたのがあの資料でございますので、まあ、それに加えて、今回、コロナの問題が出てきたわけでありましたその点も加味しながらです、ね、地域医療構想、これはしっかり進めていくということが、 地域に必要なコロナの対応を含めて、医療をです、ね、提供できる体制を作っていくためには大事だというふうに思っています阿部、はい、智子君大臣がおっしゃったように、コロナの前に出した数字なんだから、一回取り消されたらどうですか、今の論理破綻ですよ、だって大臣。そして違ってきてるじゃないですか、現実には。そんなものにしがみついて、それをどうこうしようとすることが現場をご存じないと私は不安に。 思うものです間違いがあれば、そこで訂正したらいいし、状況が変わったら、それに合わせて、既成服に体合わせんじゃなくて、現状に合わせて器を作っていただきたい、もうこれは、私はあの計画、あの公的病院、公,あの公立病院の、まあ、大臣削減じゃないって言ったけど、急性期病床を減らす、簡単に言えば計画ですよ。でコロナが来たら 急性期病床が忙しくなっちゃうんですそうすると、療養型に本当は入れたい人も、こっちを潰してるから入れられない、急性期の逼迫が他に影響するわけです。くれぐれも日本は急性期に立ち遅れてるんです。アメリカなどの医療の体制を考えると、非常に急性期に手厚いです急性期は人もたくさんいります。 でも、そこを手薄くして、さらに削減しようとする計画は間違っていますし、高への影響も考えられておりませんので、ぜひ指摘させていただきますので、大臣はこれ、中止は中止、見直し、はっきりしていただきたいが、いかがでしょ。う加藤大臣 まあ、これ、そのコロナの始まる前から地域旅行層についていろんなご議論いただいていところでありますけれども、ただ、これからの地域におけるです、ね、人口構造も大きく変わっていく中で、それに対応した医療提供体制を作る、これは全くあの私は必要だというふうに思っておりますし、そういった議論の参考として、先般も効率、効率的医療機関等の状況を まあ急に出したとか、いろんなご批判いただきて、それに対してはしっかり反省をしなきゃなりませんけれども、これをしっかり、今後の議論の参考に使っていただきたいということを申し上げたわけであります。さらに今回、新型コロナ禍で滞在した課題、これも含めて、短期的な課題、中長期的な課題、これを整理していただいて、今後。に、えー 特に2000、高齢者が人口ピークを迎えて減少に転じる2040年頃ろ、まあ、こういったものも視野に入れながらです、ね、地域医療構想、それぞれの地域においてしっかり作り上げていただきたいというふうに考えています安倍智子君。私の申し上げたのは、高齢社会が進む、だから、高齢期に見合った療養型とか、そういうものにシフトしていいと考えてきたことが、 コロナになって分かったことは、ご高齢者がコロナになれば、急性期病棟で手当てしなきゃいけないほど重症化するんです。だから、片っぽを削減して、これでよしじゃないんです。このことはもう従来から分かっていたけれど、コロナが顕在化することによって、より明らかになったと思います。救急搬送でもね コロナの患者さんで搬送拒否にあった人と、そうでない人と比べると、後者の方が感染拡大期には多かったわけです、骨折しても入院できない、脱水でも入院できない、多く高齢者ですよ、そういう事態が急性期を減らせば、必ずさらにひどくなります。 ぜひ見直しが必要と思いいまますすので指摘をさせていただきますもう一つ、こういう病院と協約を結ぶにあたって、私が大変気になる点は、例えば第7波のときにね、病棟の、確保病棟の稼働率っていうのが出ておりましたね。で、稼働パーセンテージが低い、じゃあ、受け入れる医師がないのか。 というとそうではないんですね実は多くスタッフが感染してしまうわけです今回のコロナでは特にまあ、7波の頃にはだいたいどの病院も聞いてみられるといいと思いますがスタッフの1割が感染をしてしまいますそうすると病床があってもスタッフがいないんですもう内いでは触れない入れたくたって入れられない 放置しておくにわけには患者さん行きませんから、それが多く表に出た病床の使用率と、現状で入れられないっていう体制になったところの差だと思うんですね。でね、大臣、じゃあ、医療従事者の,その状況がどうなっておるかということで、GMIS という仕組みがあるのはご存じだと思います。 これは資料の4枚目につけさせていただきましたが、医療機材があるかとか、病床や医療スタッフの情報を入れておく、医療機関が先んじて入れておくもので、一定の役割は果たしてるんですけれども、これとベッドコントロールのための情報管理は、全く別の仕組みで走ってるんですね。だかから病床何パーセント空床何空とか言われてもこっちが たくさん休んでたら、もう動けないんです、こういう実態は日本全国でどのくらい、逆に言えば、人ス情報、これは人スじゃなくたっていいです、そこでの実際に働いている人の感染状況も繰り入れないと、これ、感染症はみんなそうだと思います、本当にワークする仕組みにならないと思いますが、大臣のご所見を伺います加藤大臣。 まあ、まさに今おっしゃったのことっていうのは、広い意味で我が国で医療 DX がなかなか進んでいないということの一つの表れだと思います。実際、今回もです、ね、リアルタイムで受け入れ可能病床の情報、これはウェブシステムというものを各都道府県ごとに設置をしていただいて、いろいろそれを進めていただいている一方で今お話がありました、新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム、GMIS というのを2020年の5月から運用しておりまして、 まあそこでは入院者数とあるいは今言った医療従事者の状況なんかも把握できるようになってますから、これこ、ばれバラバラになっているわけですよね、だから今お願いするのは、そういった資料も見ながら、特にすべての医療機関がリアルタイムで入っているわけではありませんけれども、特に新型コロナ重点医療機関等においては、いろいろ入力をしていただいて、努力をかなりしていただいてますから。 まあそういった情報もつくあのうまく活用していただきながら、実際の,その病床の運用、これをまあしていただくということを、これまでもお願いをしているわけでありますが、これからもそうした対応をお願いをしていきたいなと、しっかり活用できるように、またさらにどういう工夫ができるかどうか、これ、我々わうまくやっている都道府県等もありますから、そういったところの知恵も貸していただきながら、進めていきたいなというふうに思っています。それかから今委員おっっしゃったように確かに確 確保病床があっても、それは物理的にベッドがあるということで、どこまでが稼働だったかっていうところに差異があったということは十分認識しているところでございます安倍智子君、はい、あの医療現場は、ベッドだけがあればやれるわけではなく、人材ですね、人ですね。で、この間のまあこの30年間、医療費削減の中で、もうみんなギリギリで病棟を。 回していますだから一旦ことがあれば、本当に身動きが取れない状態になるというのが、私は大まかに見た今回のコロナの出来事なんだと思います。ですから、医療という国民の命を守る、もう誰にとっても一番守ってほしいの、命ですから、そこの原点に立ち返って、しっかりとした診療科への人の配置、もちろん診療報酬、そしてこうした、 緊急時に、今度、国が人材を派遣するとおっしゃいますが、果たしてそんなプールはどこにあるのか、まあ、j ジェイコをはじめとして、この間、お願いをしましたけれども、どこだって送ってほしかったけど、まあ、沖縄にかろうじて数名単位で行った程度だったと思うんです。でですすから今回のの改正がその人員を確保するというのであれば 日頃の医療の人員を確保していただきたい、そうでないと、内緒では触れないと思いますが、医療における人材確保のさらなる充実について、というか、今、貧困ですけど、お願いします加藤大臣。ま,あまさにあの今回もです、ね、例えば今お話しがあった沖縄がと、大変感染が。 拡大をして医療も逼迫し人材も不足しているということでいろいろおらせていただいたり、あるいは地域によっては他の地域と関でいろいろとご協力もいただいたというふうに思っております。まそういった緊急時だけではなくて平時からその体制を作っていくということも今回の感染症法の目的であります。まそれから今委員おっしゃった日頃の体制ということでありますけれども、まあまさに今この感染症だけではなくて医者あお医者あの 医療従事者の皆さん方の働き方改革等々も進めさせていただいているわけであります、まあ、他方でいろいろと偏在もあります、まあ、そういったことを踏まえながらです、ね、しっかりとした医療提供体制が確保できるように、これはわれわれも努力をしていかなきゃいけないと思っています安倍智子君。働き方改革も来るし、本当に大臣のおっしゃるとおりです、医療現場は今、不安におののいています。だって、労働時間を短縮して、人はいなかったらどうなるのか。 何かを断っていかなければならないそしてまた人材派遣と言われてどこから人が出るのか大きな見直しの時ですのでよろしくお願いしたいと思います最後の 1, 面1問のご質問をさせていただきますがまあ、先ほど私は在宅市の問題も取り上げさせていただきましたが昨今このコロナの第7波で特に小児子どもたちの死亡も 増えている感染が増えて死亡が増える、あるいはまあ20歳以下の方々の死亡例も報告されるようになっているということで、国立感染症研究所の方で、積極的疫学調査というものを、20歳以下の年齢層についての死亡例、41例ありますが、それについてあの調査をなさいました。 まあ41例あったといっても、実は聞き取り調査をできたのは32例でありまして、あ,あのハーシス等で入力されてて把握しても、前例の聞き取りはできなかったところでありますが、とりあえずお手元の資料の5枚目に、 この国立感染症研究所がが出した報告がございます、まあ、もう一言で縮めて言うと、大人だと肺炎が多いけれども、子どもの場合は、意識障害とか、中枢神経系に多く負荷が加わって、お亡くなりのケースが多いであろうというプロフィールは、ここに。 示されておりますし例えば新型コロナ感染後の20歳未満の死亡事例で基礎疾患のあるものとないものは半々であったまあ、基礎疾患がなくてもなくなっておられるケースもありますまた予防接種の有無も比較して予防接種がしてない方がケースは多かったけれどもでも予防接種を2回してもなくなっている方も あります私はこれ、一部だけを取り上げて、安易に、例えば今、進んでいることは予防接種にすべ、まあ、てを流し込んでいこうという方向ですが、私から見れば、その前に、もう少しきちんとなぜ子どもたちは死なねばならなかったのかの調査をしていただきたい、これは生育基本法の中で、CDR ・チャイルド・デス・レビューという仕組みを取り入れました。 虐待による死亡、交通事故による死亡、あるいは通常の事故による死亡、いろいろあって、死ななくてもよい子どもたちの死を一つでも少なくするということであります、この国立感染症研究所の分析は、一面を把握してますし、有益ですが、例えばここに出てこない事例とかは、11ヶ月の男の子で、 この子はクループになったんだと思いますが喉が詰まったような状態で親御さんが医療機関に受診をしようと思いましたがこれ見てもらえなくて翌日搬送途中で亡くなっていますここには出てこない例でありますそうなると子どもの死亡の全体を把握するために CDR という仕組みが あるので私はぜひこの際、先ほどの自宅死も CDR に入ると、チャイルドじゃないので違いますが、なぜ死なねばいかなかったのか、医療体制の問題もあるでしょう、それからもしかして基礎疾患もあるかもしれない、ワクチンの状況もあるかもしれない、退院誌なんですね、1つだけに絞り込んで結果を導くと、間違った判断にもなります。ぜひ 子どもの死の全体を見る CDR に、このコロナ禍における二十歳以下の子どもたちの死亡の検証をやっていただきたいがいかがでしょう加藤大臣。今、CDR、それぞれ自治体等で取り組んでいただいているというふうに承知をしているところでございます。まああの 今回の調査でもです、ね、いろいろ分析をすると、どういうことにもう少し気をつけておけばよかったかとか、さまざまな知見が出てきているわけでありますので、あのまさにそうした知見を得るべくです、ね、今お話があったようなケースから出てくることもあると思いますし、さ、ま、ら、あ、には我々も引き続き、こうした小児等の死亡例、知見をしっかり集積をさせていただいてです、ね、あそこから出てきたアウトプットを実際、医療現場に、あるいは我々の政策にしっかり取り入れるべく努力をしたいというふうに思います。 安倍智子君、まあ、コロナ対策をエビデンスベースにしようという、きちんと分析して対策していこうということは、あの誰にとってもあの同意できることなので、ぜひよろしくお願い申し上げます終わらせていただきます。 次に西村ちなみに。